ではアニメルート参ります。後藤又兵衛と戦うみたいね。わからない。なぜ秀吉様があのようにおっしゃられたのか。豊臣の敵を討ち果たすことに罪とがなどないはずだ。過去の見過ぎよりも有すべき何か、そんなものが存在しうるというのか。やれ、ここにいたか、三成よ。左近を知らぬか。鉄火の場には見当たらなんだ。ところになんで行部さん離れたんです。左近がいないだと。まさか私の生死を無視し奴の止めつを目論んだのか。行部、貴様はここで控えている。すぐに左近を連れ戻し事なきの日としてみせる。あ、自分で置いてきちゃったのか。言ったか、愛も変わらぬ前のめりよな。それほどまでの大事とはどうにも思えぬが、しかし思い込んだら一直線。三成が亀を追い揺さりか。主は化けた、化け損ねるは我ばかりよ。ちょっと羨ましいとこも思ってそうね。後藤又兵衛逃げる。俺様を遮るとか何考えちゃう。グエニシだ。あ、かっこいい。半兵衛さんの命を傍聴した左近、単独先行は許されざる重罪となぜ悟らない。実際の攻撃モーションが本当ギリギリのかっこよさを集中させる感じのね、かっこいいよね。このチャキってこっち向かってチャキッと刀をゆっくりしまうのかっこいいよね。あとこれとか残滅とか残滅もかっこいいし、全部かっこいい。弱かっこいい。かっこよさ万歳で、ここまだ開いた開いた。うわ、目の前の俺様を無視して考え事とかさ。左近、左近ね、確か最近織田のなんちゃらと。うわー、ドラム缶転がってる。いいこと思いついちゃった。見てろよ、石だ。迷い込んだな、海の月だ。お前さ、左近のやつ探してんでしょ。教えてやってもいいですけど、どうしよっかな。なんかめっちゃ悪いやつ。あん、左近の足跡を知っているのか。かけ、固め、さもなくばここで絶足しろ。かけ、固め、絶足しろ。すごい言葉の並びだ。知りたい、閻魔朝に秘伝の名があるか否か。さあ、追い詰めたぞ、羽虫の類め。さあ、この後に及んで、万一にもたばかりであれば。いい、言えばいいんだろう、言えばよ。たく、基地に富んだ語りってのを返せよな。あいつは、織田の柴田とかいうやつと、ねえ。終わりだろう。まあ、寝言をほざくな。左近が豊臣を裏切ったなどと嘘のくつもりか。あれ、知りませんでした。遅れてる。まあ、その柴田って方も織田に愛想を尽かしててさ、二人して欧州にでも転がり込む気らしいんですわ。独眼竜伊達政宗、二度ならず三度までも何度遮れば気が済む。そこ、近くは嘘の座りか。左腕の近くにあるものとその名と共に刻んだのは。ああ、そりゃ左近って本名じゃないんだっけ。そうなの。主従揃ってカッコつけとかさ、いい年してねえ。左近、左近、貴様まで去るというならば首にしてでも連れ帰る。うっぜ、おけなすとは思ってなかった。こんな奴
だったのかね。裏切りはもう死を持って断罪するって感じだね。売っているそうだね。目障り。され。貴様が売るべき座などない。さてこれセリフは全部ポイので行きましょう。サコンがいなくなったのは裏切ったせいだってことにしたいらしいね。本当の理由は知らないけど。受けたまわりますれば。そして死ね。すげえ。こんなとこでこんなところで。よし。どうしようか。見たくさ。その闘争を終わらせてやる。こっちはシマサコンが裏切ったもの的な感じの話ですみたいな。本当に亡くなった理由は何なんでしょう。私の魂秀吉様と共にある。だから私は何一つ失っていない。こう流れ的にシマサコンと戦う流れ来るのは間違いないな。次はもう最終戦早っ。アニメルート短いのね。伊達政宗との戦い。シマサコンはどうしたん。その先の戦いで出てくるってことでいいのかな。とりあえずこのままで良さそうね。ではもう最終戦いっちゃいましょう。青葉城伊達政宗の撃破。やっと行ったか。うわーけー。うわー、何なのこんなので騙されちゃうわけ。考える頭なさすぎだろ。チッター疑えてな。めっちゃおちょくられる。よっぽど裏切られたくないとか。あ、そうだね。そうできるやってなんぼなのにね。さてじゃあ俺様も後を追いますか。伊達政宗に石田三成二人まとめて処刑だ。後藤又兵衛の手に触れで踊らされてるよ。佐久間家康、一体何が貴様らを狂わせた。豊臣で過ごした日々の何がいけなかったんだ。いや、まだそうと決まってはいない。佐久間の裏切りをこの目に刻んだわけではないのだから。信じるものか。近きの離別などもう受け入れるものか。なぜ裏切ったんですかね。裏切り許さないあたりちょっと寂しがり屋さんな感じも、そんな一面もあるかもしれない。石田じゃねえか。何の用だか知らねえが、来たからにはただじゃ返さねえぜ。よく来たな、ガスピー。伊達、ここに私の配下が来ていると聞いた。織田が先兵、柴田とやらと共にだ。馬乗ってもしょうがないな。閉鎖開始。馬乗らなあかん。ああ、勝家があったっていうキャンプ。早いよ、閉まるの。あいにくだが、ここには影も形もねえぜ。まあ、勝家に粉かけてんのは事実だが、あんたんとの部下は知らねえな。お門違いだ。全てはあの人間か。ああ、また閉まる。ならば左近、やはり家康のもとに。新入りの目を楽しませようと足をいさめたりはするなよ。肝に銘じやす。落ちた。ここだか。ここだか。
伊達政もね追いかけないといけないんだけど、マップが上下に複雑、通過失敗、早いっすそしてここはどこ、落ちちゃった。刀高速で回すとなんかブーストになってますけど何でもあり、やってるやってる、ザコどもはそのまま削り合っちゃってくださいね。気配が汚れた、まだ見ぬ何者かが潜んでいやがるのか。このぶっこみもいつも通りの命が、ここどこ、ここどこ防衛開始、片倉小十郎より先に行ってくれたんだけど、待ち構える、うん待ち構えてて、もう戦いに行こうが分かりやすいここどこ、あちこちしまってて分からないよ、ここどこ置いちゃった、間違えた。歯向かうならば切る、背を向けるならば解体する、解体するわー、やけくそ。アングな主に仕えた貴様の過ちだ。乱世を一番楽しんでんのが俺たち奥州竜王軍よ。あいつ俺らより暴走してやがる、暴走するよ、馬の手入れは抜かるなよ、人からいつ突撃命令が出るか知れねえ。もうあとは急げ的なものないから、もう確かにこれもまた敵を切り刻みながら行けばいいよね。マップわからんしなんかめっちゃ入り組んでるんだもん、ここはやめて、やめて、ちょっと痛い、やめて、ひどい、今回はスピードタイプのキャラクターが2人揃ってるわよ。なんで風魔小太郎が相棒を選ばれたんかわかんないけど、なんか今回の風魔小太郎誰にでもつくよみたいな感じになっちゃってるな。まあいまいち喋らないから何考えてるか分からないっていうのはあるんだけど、ファイヤー、バイオハザード4か、以後からファイヤードラゴンって全く一応倒しながら行こうかな。ファイヤー使えちゃう火炙りのケージャー的な感じで使えちゃう。さてこんなもんかな、シュー、空中飛ぶよ。では小十郎行きましょう。すさぶ俺を醜いと思いてえなら思えばいい、だが俺に恥じるところはねえ。どっちも日本刀使いだわ。一度目かつて政宗さん小田原でてめえに敗れた口縄ごとき恐れ多くも秀吉様に挑むからだ。二度目政宗様が見事に追い払った、ここ奥州にまで手を伸ばしてきたてめえら豊臣をな。カメラワークが大変、秀吉様を落胆させた私の未熟を掘り返すのか。掘り返さないで。これは戯れか、あるいはこの男を真田のごとく扱われるおつもりか。時にはあれ黒いと政宗様に言われちゃいない。というわけでいろいろと過去のこと掘り返されたので熱します。斬首、鋭いのはどちらだろうな。こちらだよ。小十郎、あ、死ななかった。言いたいことがあるんだろう。ならば政宗さん、この場をしのぎし、あ、本気モード来ちゃった。じゃあこっちも、どっちも本気モードと思ったけど撃っちゃいモード入っちゃった。ブッシャー、乱世の塵にまみれようとも
その魂は歪みなくか。買いまーん。あとは伊達政宗だね。久しぶりだな。トップギアで行かせてもらうぜ。貴様には刹那の生存も許可しない。無理心の戦闘がことごとくかっこいいの。あんたは秀吉だけの男だと思ってたが、なかなかどうしていい顔もできるじゃねえか。何よりも部下を案じていただろう。あんた忠義だの恨みだのそういったもんを放ってまでもだ。それは己が手足を気にかけるのは当然のこと。それだけだ。認めろよ。あんたも知ってんだろ、遥かな明日に目を向けるまばゆい生き方ってやつをな。黙れ。私はサワンであればそれでいい。しもべたるこの身に新たな味方を植え付けるな。忠実な証明でずっとありたいだね。では本気出していきましょう。ギャッギャッ。おっと、見つけた。怖い怖い。後藤又兵衛乱入。後半に影をもたらすな。けへー、もらった。くだらん。ゼッムービー。リュウのマナコはごまかせねえぜ。下がれ。蛇にも劣る鱗風情が。なんでお前ら慌てないんだよ。奇襲受けてんだろ。黙ってかられるところだろ。そういうとこじゃないんすよ。すべては私を騙しに伝わりだ。貴様を一時でも耳傾けた私を。終わりだ。いいじゃねえか、ワイルドだぜ。あんた認めちまえば楽になるだろ。ギャンブラーの主石田三成、楽しもうじゃねえか。どっちがより導けるかをな。先兵の繰り手伊達政宗、この世の何一つとて貴様にいざなわせはしない。先のことをまたでやっちゃう。ミサカス殿、月の明るい晩に。ひざまずけ。ひざまずかして。死ぬ。様付け、そして死ねえ。だからもう怖いわこの技。めっちゃ大ダメージ。ここからアニメリードだから、アニメシーンのエンディングだね。流れるような動き、むしろ瞬間移動してる。まあゲームでも瞬間移動してるしね。あんたとも長くなりそうだ、この月を見てにな。ザレごと。また見てたんかい。死ねえ。どこまでも奇襲。失敗。ですよね。邪魔だ。ああ、かわいそうなぐらいめっちゃ打ち。おお、かっこいい。月が二つ。アニメムービーの方が気合が入ってる気が。今日そがれた。今は左近を連れ戻すのが先決だ。そうかい。じゃあまあ俺も勝家の様子でも見に行くかね。
これで一勝一敗、一分けだ。しかしこれで最終戦終わりって、左近結局どうなったのか分かんないよ。中途半端に終わらせないで。乱世を駆け抜けた英雄、創世の道のり。新たな日の本は一人の英雄により築き上げられた。再び創作へ向かった。それだけだよ。終わってないよストーリー。サコンメ、平和だからとたるみすぎだ。鉄火に興じる暇があれば少しは私を手伝え。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。これなんかルートによってはめっちゃ中途半端で消化不良なんですけど、サコンどうなったのっていうのは、シマサコンルートやればいいのかな。もしくはなんか次回作作る予定だったけどなくなりましたってことなんかな。実際このフォースメラゲでもこのシリーズ終わっちゃったしね。まあでもあとナンバリングついてない真田なんとか伝ってあるんだけど、あれどうなんだろう。あれもう続編って言っていいのかな。というわけで、ちょっとあっさり終わっちゃいましたけど、エンディングはなんか中途半端になっちゃいましたけど、石田三成でした。あの、三国無双でも石田三成って人気キャラクターなんだけど、あっちとだいぶキャラクター違うの面白いよね。向こうの方はなんか爽やか、悩めるイケメンなんだけど、こっちは劇場型、思い込み激しい中二病イケメンという、すごいキャラ設定だ。まあ、どっちも、もうミスナイの歴史を考えればそういう可能性もあったかもしれないって感じはあるよね。うまいこと考えられてるね。あとキャラクターの技性能的にもこっちの方が好きです。楽しいです。さあというわけで、石田三成編これにて終了いたします。ここまでのご視聴どうもありがとうございました。そしてお疲れ様でした。それではまた。